歴代最強のアーセナルさん、歴代最弱のバイエルンに負けたのが悲しい件。歴代最強のアーセナルより歴代最弱のバイエルンの方が強いの悲しい。アーセナルは無敗優勝した時が歴代最強だろうが、なお、その歴代最強も CL ベスト8止まりだった模様。アーセナルは絶対バイエルンにビビってて相当な苦手意識持ってるだろ。なんだあの試合は、バイアンドルトを圧倒したレバークーゼンが実質 CL 制覇。プレミアにアーセナルが勝てないバイエルンが勝てないレバークーゼン。一体どれだけ強いんや。アーセナルが強くないことはグループステージやポルト戦を見ればわかりきってた。昨年のアーセナルは3冠式とも競り合ってたし、少なくとも今年より強かっただろ。ブーナーが今年こそプレミア優勝 CL 優勝いけるって持ち上げてたけどな。まあ去年は順位はこそ競ってたけど、直接対決じゃ2戦ともボコボコだったけどな。それはしょうがない。昨シーズンのシテの完成度高すぎたからな。今年のシテより圧倒的に強かった。ブーナー曰く、今のアーセナルは完成度が高いらしい。ジェズス・エンケティア見て今年こそいけると思ってるならサッカー見るのやめろ。もうリバプールもアーセナルも、これ以上離脱者が増えないようにシーズン終わらせてくれれば何でもいいよ。アーセナルが歴代最強かは知らんが、今年のバイアンに勝てないならしばらく CL 優勝は無理だな。